はい、皆さんこんにちは。デミオラに聞きたいコーナーということで、はい、今日もやってまいります。何か質問疑問ございましたら、お悩みありましたら、概要欄にもねリンクがありますんで、ぜひご投稿ください。こちらのコメント欄でもね、募集してますんで、はい、お好きな方で、はい、ご投稿ください。さて、今回は迷ってるよ、はい、スパイダースパイダーさん、はい、アレス 98K のマガジンの件だ、はい、言い出しっぺはデメちゃんあなたですよ。私でしたね。期待してます。このままでは終わらさない、うん、とあたり隙間テープも限界あるし、はい、ということで、まあ、ちょっと以前にもコメントもいただいてたんですけど、そう、はい、本当に迷える子羊になってるんだなと思いまして、そうさせてしまった僕にも責任がもちろんあるので、あります今回ですね、しっかりと、まず、はい、動画も見返しました、はい、笑ってました僕、ひどい銃だなと思いましたね。いい加減な人ですよね。いい加減な人、うん、でもそれを見た自分は笑ってました、今日ここでリアルタイム、本当に1時間前ぐらいですか、約、ぐらいに見て、何どう言ってるのかなっていうのを見たんですけど、はい、まああれも答えの一つでいいかなと思ったのが、ずっとこうやって押さえてなさいよって言ったのは、あれは弾は出るよねって思ったんですけど、それだけだとやっぱりこうダメだよ、もちろんダメだよっていうお客さんいらっしゃると思うので、はいはい、うちにある在庫を確認をまたさせてもらいました、はいはい、展示品がなくて、はい、新品から見てマガジンが入ってて、それに弾を入れて撃ったら本当に出ないんだよなと、もう一回確認しました、なんとですね、出ちゃったんですね、今のロットですか、今売ってるもの、個体差なのか、そのロットでもう改善されたのか分かんないですけど、普通に打てると何も問題なく出てしまっているんですよ。じゃ あの出ないやつどうしてくれるんだってなると思うんですけど、はい、言ったからには、うん、模型パドックに、それがパドックで買ったものですよ、はいはい、もちろんパドックで買っちゃったんだよ、買っちゃった、買っちゃった、どうすんだよ、うん、思ってる方どうにかしますよ、もちろん。それ傷とかあったら交換無理だと思うんですけど、戸当たりじゃ無理だよっていうのはもちろん答えとして分かります、うん、戸当たりじゃ無理だったんだなって、多分初めのうちは良かったっていうふうに言ってるんですよ、はい、で最後の動画の方にゴム板貼ってとかって言ったと思うんですよ。その加工をしようと思いますよ、うん、パドックでもちろん。一応生デメでもちょっと紹介して、その時にもうすでにスポンジみたいなのが貼られてたんですね。ウレタン潰れちゃってたからね、はい、で、レビュー本編でも一応その貼った状態でやってみたんだけど、うん、だんだんその潰れてきて、そうね、テンションが弱くなってくる、どんどんできちゃって、うん、テンションが弱くなっちゃったと。だから潰れない素材に変えたらいいんじゃないのって、うん、やっぱ動画でも言ってたんですけど、ゴム板とかって言ったら、はい、いやそれ自分見て、お頭いいなこいつと思ったら、自分のゴム板って言ってんだって。ゴムだったら確かに変形率とかも、硬いゴム板だったらしないので、まあ、ホームセンター行けばね、いろんな厚さ、いろんな大きさもね、2ミリ、3ミリ、5ミリとかいっぱい売ってるんで、多分1枚こんなんでこう売ってます売ってるんで、それをちょきちょき切って、はめてサイズ合わせて、まあ、ちょっと合わないなと思ったら枚数重ねるか、その厚さのやつまた買ってくるかとかっていう風にしてもらえれば、多分何百円とかで、そうですね、加工で、もちろんそれが俺できないよっていう方いらっしゃる時は、これ逃げられない、逃げるつもりもない、だからそれを送っていただければ、形もちろん、まあ、送料とかねちょっとかかっちゃう場合があると思うんですけど、まあ、ご購入いただいたものであれば一応対応はもちろんさせていただきたいと思うので、はい、まあ、ご購入いただいたものじゃなければ工賃とか不在代はもらえますけど、一応カスタムとか加工をして直すっていうのができますんで、まあ、その辺は相談していただければ、ね、はい、まずはね、ですので、自分でできる人だったらば、そういうゴム板の方法がいいなと、まあ、一番安上がりですね多分ね、うん、で自分で自信ないよっていう方は、個体差の外れはもうね致し方ないです。海外製なんかはもう本当に丸井の製品でも個体差ゼロではないので、ちょっと闇に迫ってまいりますか、それ。いやいや、まだですね、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫ですか、個体差はしょうがない、まあ、どんな業界でも家電製品だって何だってありますからね、やっぱこれ外れ引いちゃったなと、車だってあるからね、ありますね、何百万した車でも、いやこれなんでこんな壊れんだよこの車と、もう本当に知らぬ間に錆びてくるとか、全く壊れない車もあれ ば、うん、もう10年間もう車検は出すけどノーメンテだよほぼっていう人もいますからね、もう毎年のようにどっか壊れてんだっていう人もいますね、はいはいはい、まあ
当たり外れって言っちゃ申し訳ないんだけど、それはその時購入した時の、うん、持ってる運気だけですね。運気、僕もわからないですもん。これ当たり外れは運で引けとしかないですね。だから外れたらそれではいおしまいじゃなくて、何かしら対応を、うん、取れるものは取らせていただくと。ただね、ちょっとだけ文句言いたいのが、リンゴをね買って、リンゴかじって返品だって普通できないじゃないですか。エアガンだからサバゲーでガンガン1日使って返品だっていうのはできるとは僕は思わないでもらいたい。もちろんサバゲーでおかしいと思ったらその時点でやめて、こういう症状がありましたよ、まあ、常識の範囲内でね。そうですそうです、お店も別に鼻からノーじゃないわけですよ。そうなんね。まあお客さんのその気持ちには極力寄り添いたいと、はい、思ってるんで、サバゲーでね、もうガッチャガチャに使った後一回も使ってるんだよとかいう人も中にはねもちろんいるわけですよ。いやいや絶対使ってるでしょこれと。あと僕の中のまあパドック公式じゃないんですけど、僕の中で思ってるのは1回しか使ってない、1回使ったでしょって結構思ってますから、1回しか使ってないけど壊れた、使ったから壊れたんですよね。極論にはなっちゃいますけど、そういうことですよね。そう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 、だそれが本当箱出して持ち上げたらボロッと落ちた、あれ？これはまあしょうがないことではあるわけですよ。1回使ったっていうのはね、1000発1日中打ち続けてて壊れた、それは壊れるんじゃないですかって思ってしまうんですよ。エアガンだからそうなってるっていうのは変な話だなと思って、ね、100円ショップのなんか工具なんか買って100円だからと思って使ったら、あ壊れちゃった、でも返品しには僕はいかないですよね。これおかしいんだけどって言ったらまあそういう工具だとしても値段なりなのかなと。エアガンでも、はい、丸いの製品買った時は壊れなかったけど、1万円のもの買ったら丸いのは5万する、海外製の1万円で買えた、壊れちゃった、それは壊れちゃうんじゃないかなっていうところが僕、ね、この間あれですよ、野菜いっぱい売ってるところで、たまたま買い物してたら駐車場帰りにこんなでっかいスイカを買ってるね、はいはいはい、ご家族がいて、駐車場でこうガラ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 ンガッコシコシカッって、まあはいはい、まあまあまあ、はい、あーっていう絵があるわけですよ。スイカはですね、もうスイカもビキシャーはいはい、はい、したら店員さん出てきて、まあ今ここ駐車場なんで交換し、交換っていうか、はいはい、まあ新しいのどうぞとそれはさすがにね、家に帰って落としたんだっつったらってなるかもしれないけど、そこのお店の方はファンになってくれただろうね、そういうことをやってくれて、ね、ああそんなことをやってくれるんだって、自分の不注意だったかもしれないのにっていう、そうそこなんですよ。ちゃんと素直に言ってくださったりとか見てたりすると、いやそりゃねえだろってやってやれよって俺も人間なんでなるんですけど、別にお店もね、まあ、駐車場での出来事ですから、まあ、正直責任はないというか、まあもう物を販売してあげる必要はないんですけど、でもそこのお店はちゃんと素敵ですね、あらららと、まあ、大丈夫です大丈夫ですって、もう一個新しいのをね追加出してましたけど、それはもうちもそうありたい、そういう気持ちではやっぱり、まあね、パドックもそうあったよね、わざとこうやってたらね、で返品だって言われてきたらふざけるんだとふざけるんだと言うけれども、まあ不注意でこうポロッと行ってしまったとか、例えば、まあ、買ったばっかりの銃を持って落としちゃったっつって、交換は厳しいかもしれないけど修理は修理だよ、泣こうやっていう気持ちになるじゃない、落としちゃったんですって、でも買ってとかったらそれやっぱ悲しいじゃない、使おうと思って、物によりますけどね、だから買いが利くものだったらいいけど、買いが利かないものを落としたって言われるとどうしようもないかなと思っちゃうんですけど、ただアレスの 98K に関しては、現状、今のロットではロットなのか個体差なのかは起きなかったよっていうのをお知らせするのと、あとはパドックに送っていただいたりとか、はい、終了方法はゴム板を貼ってもらったりとかするとよろしいんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK、 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー、皆様からのご投稿お待ちしております。